上、ヨドハイジアとが乱前形状ヨドハイジアとは、鳥取県米子市ヨドエ町福岡あざ桜田、宝行、柿佐後に所在する古代寺院の遺跡。ヨドエ平の東側の丘陵裾に位置する、国の史跡に指定されている、壁画、新章上ヨド白鳳の丘展示館展示。1991年より、ヨドエ町教育委員会が発掘調査を実施。 法隆寺近道壁画と並ぶ日本最古級の仏教壁画が初めて出土し、社会的に注目された。数少ない城代寺院の堂内将軍を復元しうる遺跡と評価され、1996年3月29日に国の史跡に指定された。現在の指定面積は25,560平方メートル。記念目河等の遺物から、飛鳥時代後期の混流。 8世紀中頃の改修を経て平安時代中期に消失したものと考えられる。これまでの調査で中心ラン地域、その他倉庫等の雑者が確認されているが、行動の所在が不明である。地域は天平弱で東西約2丁、南北1丁の規格とみられ、ほぼ中央に半町四方の中心ランが位置する。ガラン配置は発掘当初は、 後期事式が乱配置とみられたが、実際は南北に3基の塔を並べる、類例のないものであることが分かった。南を正面として、東西棟の近道跡の東側に、南北に3基の塔跡がある。ただし、北東については、塔の新柱を支える真相は検出されたが、基段は未確認であり、計画のみで混流に至らなかった可能性もある。計画のみとしても3塔を配置する。 ガラン配置の例は他になく、二頭でもこれらを南北に配置する古代寺院は他にない。基壇の規模は、近藤が東西14.2メートル、南北12.5メートル、中東、南東はいずれも9.5メートル四方を測る。近藤及び中、南東の基壇は変わらずみの周囲に赤列を設置する二重基壇で、くだらの寺院に多く見られる様式である。異物は、 壁土約1300点の他に、素像約3500点、瓦原類、土器、鉄器、混同製品が出土した。素像は、混同跡、中、南東跡と,とも周辺から、壁画は、混同周辺のみからの出土である。壁画及び素像はいずれも、創建時と改修時のものがあり、創建時は、半上六如来像を本尊として、背後に、 浄土変装図の類の壁画が描かれていたと考えられる。回収時には近道に竹六十三尊像が本尊として安置された。壁画の一部には仏像の後輩と蓮華座のみを表して仏像本体が描かれないものがあり、その本来の意図は明らかでない。屋根瓦の内丹弁十二弁蓮華文の軒丸瓦は上四廃寺式瓦と称され、その素形は 朝鮮半島の白木に求められるという。出土品は近接する上、淀白宝の丘展示館に保管、展示されており、遺跡は2004年から、米子市によって、環境整備が進められている。同じ淀江町福岡地内に、史跡向き版台遺跡、向山古墳群が所在する。ありがとうございます。